ゲームオーバー。イングリス肥炎だけ気をつけてれば、気をつけてればあと辛いところいつも大体一緒。あのためがある、ためゲーなんだって。そう、こっちだって。良きのこっちだって見える。アクリプトサティスファクトアセダの抵抗は良せ。これね、あの俺ツイッターリスイン、あ、これ違うキャラだから後で言うね。さあ、どっちも新モーションが追加された瀬戸くんとディッピンで、さあ、相変わらずクールが強いです。あまりにも稚拙。なんか聞くところに言うと演奏が結構強く戻ってきた感があるらしい。さあ、ダウンを取ってアンコ決めたのはアリネ。ニミがさすが、コムにはいけず。さあ、ちゃんとセグメントを消していく、セグメントを消していく。 CC が刺さって、今回はどこからでもあのかかと締めできるようになりました。キーコマ投げのおかげでね。ちょっとかっこいいコンボ見たいな。なんか新要素を全部入れるコンボちゃんと作ったよってリュウコさんが言ってたからちょっと見たい。 A コマ投げ通して深めのボビーを入れて、そうそう、これは裏、裏？裏なの？何もガードさせてない時はね、それっぽいけど。さあ、高めからなんで勝利出ないのかな。さあ、これはワンチャン殺せるか。いや、まだ残るでしょう。さあ、CS でお見合いして、マイジャンプで乗り越えして、なんか知らないけど画面端に近いのがリュウコさんの音と。バックして、バックして、あと、ここで残り5秒だったが、カーチチェインシフト、煽りかな、煽りかな。早く信用を使ってくださいよ、インデックさん。さあ、テイク入れて、ラスト、DC の、かっこいい。普通に 5B 繋がるんだ。捕らえられない。おっと、スピーダッシュ DC とかちょっとびっくり。なんでなんか投げてたけど、なんかね、俺ね、このちょっと触ったけどね、あの急降下ダッシュ C のルートをねボタンでやってるとね勝手に発生が出る。あの6、6入力だから 6AB でも出るんですよ。だから 6AB ダッシュ C も 6ABC とかやってると、あの急降下ダッシュ C 早すぎて入力早すぎて、なんかあのかっこいいモーションで後ろから蹴り上げるっていう。さあ、クロスよ。スーパーだけだけど死ぬでしょう。はい、勝ったのはリネ、インデックスのリネです。次、落書きハイド対白木ヒルダ。あれ、もう少ししとやかにできないものか。白木さん、ちょっと待って、本当にね、新しい要素が増えすぎてね、よくわかんないんだよね。なんかヒルダはさっき見てた感じ、すごいクロス VO しづらそうなイメージが。 100% 入ってからの 100% クロス VO してみたいなことなんか周りから聞いたけど、どうなんでしょう。さあ、結構強化点があるハイド。ヒルダは結局特性もらえたの、このキャラ。さあ、開幕はアサルトジャンロクシー。キューだと飛び道具を消していく。あと、なんか化けたか昇竜。さあ、いきなり画面端を背負わされて、今回あの 22B のスケアの補正がすごい緩くなってるから、良くなってるから、ノーゲージで4000出ちゃうっていう素敵技です。さあ、アサルトジャンピー取って、10音節にかけまが回っている。はい、どう。さあ、画面当てグリッドを貯めて、当てて投げて、これはもっとコンボ落として、ヒルダーがワンコンボ打ちして、なんか見せたか、交流拳。さあ、1ラウンド選手はラグ分けハイド22。動いてなかったから当たらず、さあ、ハイドがオービタと一緒に動いていく。これはうまい。
なんと技が違うぞ。おっとこれは痛い。ジャニーシーのモーション出るだからね。できるの？できない。EX2 回やっちゃう。ゲージがマックスじゃないんでね、あのルートやと足りない。そのまま寝てな。はい、勝ったのはラグアキハイド、おめでとうございます。次俺、いや先下行こうか。下行こう。エルトナム、ブラッキーさんのエルトナムとピラさんのホノンです。ゲームオーバー。ちょっとまだ技表わかんねんだわ。技わかんないの。え、どれ、あのリストリクトってのがあのピョンって飛ぶやつ、22が飛ぶやつ。22がそう、空中に飛んで、あー、なるほどね。じゃあ、あのこのタティースファクトってのはあのムチムチってするやつ。なるほどね。難しいなこれ。でもこういう技名俺好きよ、あのイノみたいなやつ。ちょっと叫んでくれてもよかった。てめえはノイズなんだよ。さあ開幕はエテグラ、太い選択肢。おっと6秒ちゃんと暴れていって、あ、石暴れ、まあ、通れば正義です。さあダッシュし締めはできないが、画面脇に運ばれたのは炎。さあおっとイングリスのコンボをちゃんと決めて、まあ完走できなかったぞ。はい、あ、今のがあれか、サティスパックと、サティスパックで締めていく。さあアフリットを打って、じゃあアフリット、そうなんだよね、なんかすごい欲しいところに行ってくれるよ。ダッシュ射撃が通って、あとダッシュ2が出ないか。西あれ西三振三振、すごいね、あれ優秀だよね。ガードされるのも問題ない。あっとちょっと高度が高かったからダッシュ C ができず、さあ勝利を取ってインクリース、ダッシュ俺助けて。コメント俺助けてになってる。いや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 、俺わかんないもんこのキャラ。ちょっと海草に今度教わってからいろいろ教えてあげるよ。わかんないけど、俺よりなんかあのリュウトさんや高原さんあたりに教えてもらった方がね良さそうだけど。さあ補正切って、画面端を背負わせてフルート、あーダッシュ C が出なくて、あーダッシュ C が使ってしまう。これはスタッフスワットで締めたが、あーとシンクからちょっと高度が高かったか。さあジャンシー炒め、ダッシュ B、 あーとミシーが刺さって勝ったのはブラッキーさんのエルトナムです。おめでとうございます。まあまだね操作感慣れないと思うからねこのキャラ。はい、次俺。いかに屈強な体を持っていようと、誰かマイクを持て。ゆうとさん、ゆうとさん、ゲームオーバー。